こんにちは。即課塾の久保です。もう一年以上にわたってお送りしている、この第2弾特別定額給付金10万円国民一律給付のコーナーなんですけども、今日はね、あの速報ということでお届けしたいと思います。ちょっと悲しいお知らせなんですけども、おそらくですよ。おそらく今回の国民一律全員給付10万円はないということになりそうです。えー、今回ね、公明党が出してきた 子育て世帯の方、0歳から18歳に限り、応援資金10万円ということがね、濃厚になってきましたね。まあこれについては、いろいろと言うことがあると思いますけども、今現状ね、子育て世帯って、貧困で困ってる方ももちろんいますけども、全体的にはですね、貯蓄額が750万円以上あって、年収が550万円以上の 家庭がそその平均値だそうなんですよもちろんねあのシングルマーザーの方もいらっしゃいますよ子育て世帯全員が苦しいとか苦しくないとかっていう線引きはできませんけどもならなぜね0歳から18歳の子育て世帯にだけ10万円なのかなとは思うんですよでこれは将来あるお子さんを応援するためにとかねいろんな理由はありますけどもいやはっきりきって10万円で何の応援ができるのかな 子供が0歳から18歳までもしくはそこから進学したり、まあ、いろんなねスキルアップのために勉強したりする時におおよそ 3, 万円かかるるといいう,ふうな資産もあるぐらいなんですよそこに10万っていうのはこれは何ですかねうん思い出作りのちょっと旅にでも行けってことなのかそれともどっかのね通信販売の教材でも買って。 まあ、10万円使えってことなのか。まあ、ちょっと意味不明なのかなというところでございます。まあでも、政権与党連立政権の自民党公明党の案として、公明党から出てきてる案なんでね、自民党としても選挙の途にお世話になってるんで、無視はできないなっていうことで、これを飲む方向になると思うんですよ。そこで思うのが、公明党の出してきてる話っていうのはくだらなすぎるということですよね。どうなんですかね、これ公明党の皆さん。 子育て世帯に10万円払って何かねいい経済対策が起きると思ってるんですかねうーんなんかすごく疑問が多いんですよそれこそ貯金に回る可能性が非常に高いと思うんですよねそうではなくって今日は明日のお金が足りない人に10万円とか20万円とかポンと出したらその方たちは今まで買えなかったものを買ったり払えなかったものを払ったりとかでやっぱり経済効果高いと思うんですよ どうなんですかね公明党さんはなんでこんなとんンんかなことばっかり出してくるんですかねで、この経済対策を行おうとすると、当然ですけども数兆円規模のお金が必要になってきます。そうなると自民党が困窮世帯に配ろうとしていたお金の予算が小さくなって、例えば5000億円ぐらいになっちゃったりね、住民税非課税世帯とかっていう、ほとんど受け取る人がいないようなものになったりとかして、結果、 経経済済対策、経済効果は出なないいとととううことになると思うんですよ。だから公明党さんも出してくるならねもうちょっとパリッとしたそれこそね平等や公平が好きな公明党さんでしょなんでこういうふうな差別的なお金の配り方をして分断を助長するのかなと思っちゃうんですよいやそれこそね今回公明党さん議席でうん3番手になってたわけでしょ第3勢力になったのは今度は維新なんですよ維新の会ですよ つまり自民党は公明党さんと手を切って、維新と組む可能性が強くなってきたんですよ。公明党さん、あんまり役に立ってませんからね。政権与党として意味あんまりないでしょ。だから公明党にはもうちょっと外れてもらって、維新の会が、より自民党よりですからね。身を切る改革、国民の身を切る改革をしてくるわけですから、自民党と相性がいいわけですよ。公明党さんは何かっていうと、総科学会の会員さんの、 意向とか、表伝とかに左右されるんで、自民党としてもね、扱いにくいわけですよ。で、今回維新が自力で議席数を40に上ってきたわけじゃないですか。だからもう公明党さんいらなくなってくるわけですよね。それこそ公明党さんが今まで与党に対してやってきた役割って何だったのかなと思ったら、まあないんですよね。役に立たない政党。 それが公明党なんじゃないかなと思うんですよ。いや、そうではないということでしたら、やっぱりね、もっともっと身のある政策を立案していただきたいですし、自民党をより強く監視する役割を担っていただきたいんですけども、どちらかというと、自民党をよいしょするだけで主体性のないというかね、うん、何のために存在するのかわからない党が公明党なんですよ。それこそ共産党の方が危なかしくて嫌ですけどもね。 共産党の方が進む方向性がはっきりしていていいなと思うぐらいですよね。で、結局、自民、公明、連立って言っても、自民党が幅を利かしていて、公明党さん口挟む余地が全くないわけですから、これだったらもう、連立してる意味がないのかなと思うんですよ。そこでさらに、維新の会が力をつけてきたってことは、まあ、より公明党さんがいらなくなってきたんで、まあ、こういうふうなね、0歳から18歳みたいなことでは国民の信任も得れないし、 自民党からももう守ってもらえないし宙ぶらりになっちゃうのかなと思いますよね総合学会の方には非常にねもう気の毒なことなんですけども公明党は信じるに足る政党ではなかったということなんではないかなと思うんですよで今回の0歳から18歳の給付金ねこんなアイデアよく出してきたなと思いますよね全員に配りゃいいじゃんと思うんですけども皆さんいかがお感じでしょうか全員に配って全員でお金使った方がいいんじゃないですか 子育て世代なんとかって言いますけども、じゃあコロナ禍でご苦労された方はどうでもいいのかってことになっちゃいますからね。ちょっともうちょっとまともな頭使ってもらいたいなと思うのが私の印象なんですけども、ただこれね、公明党の、あの、党員さん一人一人をね、どうこう言ってるわけじゃないんですよ。組織としての、うん、なんか決断があまりにも役に立たないなと思ってるんですよ。今回のことを支持してる人っていないでしょ 公明党の中にもすごく少数だと思うんですよ。だって、子育て世帯の平均年収もう一回言いますけども、560万で、貯蓄額は750万円以上あるんですよ。10万円いりますかねここに。どうでしょうかねうんちょっと私は大いに疑問なんですけどね。はい。えー、ということで、今回は第2弾特別給付金、万歳なしよの方向になりそうです。1年以上ね、追っかけてきたわけなんですけども、岸田総理が、 11月の半ばから下旬にかけて、えー、このことについて発表すると思いますが自民党案を飲む公算が強いですねで自民党案を飲むとなるとあ公明党案ですか公明党案を飲むう可能性が強いとでこの公明党案を飲むとなると自民党から国民一律給付に回すお金はなくなって国民一律給付やめようかってことになると思いますね公明党さんの こういうふうな限定的なアイデアによって、せっかくみんなが受け取れるはずだった10万円が今回不意になるんではないかなというふうに私は予想してますけども、皆さんいかがお考えでしょうかいろいろとね、あの、分かったことがありましたらまた教えていただきたいと思いますあ。それにしてもね、今回の動画のテーマ一貫して申し上げますけども、0歳から18歳のお子様だけにお金を配る。よくこんなこと思いつくなひどい話だと思いますよ。じゃあ、失礼します。